皆さんこんにちは、ペソでございます。ケンシさんでトイツを目指す転職記ね、49回目になりますね。やっていきましょう。まあ、ショーはドアが開いた時ですね。まだ開かない。これで開く。あ、ミスってるやん。雨やから使えないね、鉄砲が。よし、あとは削り待ち。ああ、混乱させるべきやったな。もう一歩近づいとこう。雨っちゅうのが痛いなあ、ミスってる。クナイさん、ここやったか、間違えたか。まあいいや。まだ上がれないね。天気変わってくれればな。
よし、雨が止んだ。ああ、逃げられたか。ほい。あ、またミスってる、もう。まあ、ケンヤさんに取らせてもいいんだけどね。
あ、誰や。あ、長坂さん残ってたんか。失敗したな。開けるだけ開けていこうか。秀吉さんヘルプ、あー、このタイプか。しかも城は固めやね。まあ、その海こっちでしょうね。ここは逆に空城か。どうやろな、室町御所までは厳しいかもしれんな、これは。
秀吉さん到着したね。こっちを除外。はい。いやーまだあかんか。さあ、応援到着。残り11ターンか。結構やっぱり時間かかんねえ。あ、ミスってる。安定のミス。
あ、負けた。マジですか。おお、一括か、なるほど。うん、で突っ込ませたら勝てるね。そうね、残り10ターンだからちょっとここで、あ、そうだよね、 この城だけなんとか落として終わろうか。ではここで終わりたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。